上野幌駅は北海道札幌市厚別区厚別町上野幌ぽ686の16にある北海道旅客鉄道千歳線の駅である。千歳線における札幌市最南端の駅。駅番号は H06。電報略号は美野。1976年の上のっぽ駅と周囲約 1km 範囲。上が札幌方面。 左にほぼ並行して、急線跡がサイクリングロードとして残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1976年、廃止から3年後の旧、上野ポロエろア跡と、周囲約1トル範囲。左が、東札幌方面。この頃は一旦そのまま、サイクリングロードとして整備されており、 単式と島式ホームが、ロードの両脇にまだ残されている。駅標は南側で、写真中央急行内を鼓動して、駅裏の分譲地へ接続する道路は、元は駅前道路であり、廃駅と同時に駅裏まで延長された。現在では、旧駅敷地は、盛り土されて、厚別南公園となり、面影は一新されてしまった。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1926年に、今の位置より、北西約1キロメートル離れたところに、木造駅舎の2面3線で開業した。筒子やダリアなどが多数植えられて、全国の駅の中でも花の美しさで目立つとされていた。1973年に、千歳線が路線を一部変更したとき、現在地に移転した。 古い駅があったところは、1991年に厚別南公園になった。札幌の都市交通データによると、2019年度の1日平均乗車人員は2829人である。朝夕は近くにある私立高校と私立中学の通学や札幌市内への通勤通学で賑わっている。代わりに昼間は換算としている。 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。立花橋から見た駅北広島市との境がすぐ東にある。駅は丘陵の谷間にあって家屋の密度が低い。2004年12月に厚別東通りが開通したことから駅の南西側へのアクセスが良くなり平岡公園、ベニータウン、ライブヒルズなどの住宅街が広がっている。 駅を出た北東側にはパークライド用駐車場が広く取られており南から北を横切るのっぽろ川を挟んだ北広島市虹が丘地区にある札幌日本大学中学校高等学校パチンコ店と動物病院日帰り入浴施設をはじめとした店舗が目立っている虹が丘商業地区の発展に伴い上のっぽろ駅周辺の開発が予定されている駅前は このように換算としているが、新札幌駅方向に約500メートル行くと、住宅が途切れず密集する札幌市街の沿点になる。2007年現在、市街はさらに伸びつつあり、駅南側の周辺には2006年あたりから、札幌市側は住宅地や中小規模のマンションが建設されているほか、駅から厚別東通りを南西側に200メートルほど行ったところに、 コンビニエンスストアが2007年7月に開店している。2020年4月1日現在、駅東側の北広島市との境に、上野ポロ駅通停留所がある。詳細経路等は路線記事を参照。ありがとうございます。